Vincente El Loco Mosquera。 ランキングは1位ビセンテ・モスケラ、パナマ人です。ヨーグサナン 3K バッテリーナンタチャイ。そしてチャンピオンヨーグサナン 3K バッテリーです。このモスケラは動きが流れが本当にスムーズですね。なんか柔らかそうですね。柔らかですね。ミクロスダウンだ、ダウンだ、ダウンだ、ダウンです。まあ聞いたところに、これは苦しくなりますね。防衛戦は右クロスから左もフォローしていきました。ビセンテモスケラ、確かにスピード抜群です。やはりヨーグサナンの実力っていうのは相当なもんなんですよね。そのフォーブス、さあ反撃です、反撃です、一気にいきます。打ち始めたら強い、徹底して強いヨーグサナン。ダウンです、ダウンです。崩れ落ちていきました。いやこれ逆転の可能性ある ね、このダメージはまだまだ時間ありますからね。お互いもうペース配分忘れて打ち合ってますね。ダウン一度ずつ、第3ラウンド、あと3球、あーとダウンだ、今度チャンピオン。効いてましたから、効いてるところに、またダメージ深くなりましたね。今度はチャンピオンダウンです、奪い返されました。そうですね、パナマにね、このタイトルを持ち帰るためにアメリカにやってまいりました。このまんまだとモスケラポイントも追いつかれてしまいますね。期待に注意を与えます。今指にもまた来た、チャンピオン、チャンピオン、コーナー詰まってしまいました。全く動けず、話せないと。今のもスムーズな強く打ったという感じじゃないですかね。左ックは戦えるのか。チャンピオンがスーッと今遠ざかってきました。足に力が入らないから強いパンチ打てないですね、ヨーグサナンは。その分またいい左ックました。前のみに倒れそうだ、なんとかこらえました。チャンピオンモスケラはその分一発強いのまだ打てますね。ゴールに向かって走ります。追いつかないかヨーグサナン。試合終了です。レフェリーひっくり返りました。足つりましたか、アーサー・マーカッテさんも走り続けておりました。新チャンピオンです。パナマのビセンテ・モスケラ、 WBA 世界スーパーフェザー級の新チャンピオンとなりました。